ちょっとね、さっきの短い動画だったけど、俺はやるぞ。ちょっと今急上昇に伸びてる動画パクります。天皇の万歳でもやろうかな。いや、マジでバカにしてるな。エミリンチャンネル。誕生日なので高級焼肉の食べ放題したら幸せの向こう側が見えた気がしたって、もう全く同じ動画でね、俺が雑談してるだけになっちゃうから。もういいよ、もうそういうことしてご。もうなんか、イエイ、めっちゃホリデー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 ホリデで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 なんもねえわ。まあいいか、別に YouTube 上で一番面白い動画。遠くから見るとブサイクで、近くから見たら普通なの。あ、でも遠くから見たら変だな、俺の顔すごい変だな。近くで見たら、あ、俺の顔だってなるわ。あ、俺の顔だ。いや、遠くから見たらなんかおもろ。目真っ黒だ。お、白いの増えた。これもう目ほぼ真っ黒じゃん。うわぁうわぁ、俺歯汚いからさ。そっか、やっぱ芸能人とかは歯が命って言うからさ、歯黄色いうち俺人気なれんのかもしれん。そっか、盲点だったわ。いて、ここの敵もいてよ。ちょっと見えるでしょ。おい、みんなにそういう汚いものを注目させるようなやり方すんなよ。隠したものをね、こう見せたら見たくなるだろ。それめっちゃ汚いものって。汚いか分かんないけどさ、あんま見てよろしいもんじゃないと悲しいな。それで俺がさっき近づいたとこもみんな見るんだろ。それでうわーって不快になるんだろ。ざまねえな。ああとは思ってないですよ、別に。まあ、そんな思ってない。ああ、かといて、何やってるか分かんないでしょ。片足で立ってるんですよ。っていうのは嘘でね。1.5 本足でね、その、足のひらつけてね、もう片方が痛いから。あ、痛い。敵もいた。痛いなぁ。いじり始めた。おかしくなってる。順調におかしくなってんね。鼻水すごいわ。チャンネル登録者1万人行くまで寝ないっていう動画あげようかな。もう嫌な嘘つきまくろう。
ね。くそー、もう人気になるの、でも人気になるのむずいでしょ。俺のこういうやり方だと人気になれないでしょ、そもそも。って言ったらどんどん人気になれないのかもしれない。俺が見たい動画のタイトルとか別にないよ、俺。もう大悟しか見てないもん。嘘言いまくろうかな。嘘は良くないよ。嘘は良くないよ。てかもうワンピース全巻見せていくか。ワンピース全巻見せチャンネル。怖っ。でも捕まるからな、普通に。何しよっかな。やることねえよな、もう。ういこのままだとね、人気になれねえわ。まあいっか別にって言ったらそのまま月日が流れていくだけだから。でもチャンネル登録者100億人突破やりたかったやつだからやったわ。別に動画全然面白くできなかった。まあそれ編集もしてないもん。舐めてるよな、編集しないって。おい、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 おい。世界最弱のパンチだ、これが。すごいぞ、弱さを極めた俺は。俺より弱者はいないな。俺の下には何もない。俺が一番下だ。パワートゥーザピボン、パワートゥーザピーポー。ライオンの倒し方って、なんかもう変な嘘つくことしかできなくなってきてる。まあ雑談だと面白くないからな。雑談の内容、主に黒人差別とかさね、別に見てもらわなきゃ分かんないわけよ、やっぱり。強えもんな。だって黒人差別だって極めたらやっぱあれでしょ、 KKK になるわけでしょ。あれも究極が KKK じゃん。強すぎじゃない、あの方たち。強えわねえ。目が一番黒い瞬間、これ黒くない？結構俺の目悪いだけかな。黒くない？
嘘モノマネでもしようかな。嘘モノマネ、もう。恥ずかしいけど嘘モノマネするわ。